ザーミン国立公園の入り口ザーミン国立公園は、パミール高原の西に位置するウズベキスタン最古の国立公園である。1926年にグララシュ自然保護区として設立された。国立公園には1978年にザーミン国立公園として指定された。ジザフ州とタジキスタンとの国境付けであるトルキスタン山脈の西部の北側斜面にあり、州と ジ座府からは約1 0 0トル。総面積は24,110ヘクタール。標高はグララシュ渓谷の1 7 0 0ルからグララシュ峰の3 5 7 1ルまでの高低差がある。雪氷や大山猫など絶滅危惧種、純絶滅危惧種に指定されている多くの希少動物が生息している。2008年1月18日に自然遺産の候補リスト入りを果たした。 ザーミン国立公園は2012年秋より外国人にも開放されており、個別許可制でハイキングやテントでの宿泊を含むツアーが日本の様々な旅行者でも2013年から行われている。ありがとうございます。